こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。8月1日の夜、モスクワ中心部のビジネス街の高層ビルに無人自爆機が再び突入して爆発しました。2日前の7月30日の夜に、ウクライナ軍のものとみられる複数の無人機が同じ場所に突入して爆発したばかりでした。ロシア国防省は、無人機はロシアによる電子戦によって制圧され、コントロールを失った機体が高層ビルに墜落したと発表しましたが、ドローンが突入したのはなぜか前回と同じロシアの複数の省庁が入った高層ビルでした。今日はこのことについてお話します。8月1日の夜、ウクライナ軍の複数のドローンが攻撃したのは、モスクワで超高層ビルが立ち並ぶビジネス街です。クレムリンからは西に5キロメートル足らずの場所です。この映像は8月1日に SNS にアップされました。またこの映像も8月1日に SNS にアップされました。ロシアのメディアフォンタンカによりますと、8月1日の夜、7月30日に次いで2度目の攻撃となる無人機が IQ クォーターの建物に墜落しました。この高層ビルはオフィスと住宅が入る複合ビルだといいます。モスクワ市長のセルゲイ・ソビャーニンの報告によりますと、無人機はロシア連邦経済開発省の事務所がある21階に突入して爆発しました。ロシア国防省は、無人機は電子戦によって制圧され、制御を失った機体がこの高層ビルに墜落したと発表しました。また別の2機のウクライナ軍の無人機が、モスクワのオジンツォボ地区とナロフォミンスク地区で防空システムによって破壊されたと発表しました。しかし、ハードキルされ、またはソフトキルされたドローンが、なぜ前回と全く同じ複数のロシア省庁が入る高層ビルに突入したのかという疑問についての説明は一切ありませんでした。ロシア国防省の全て撃墜、または制圧という言葉が虚しく感じられるようです。ロシアのメディア RTV によりますと、ウクライナのドローンで被害を受けたのは、デジタル金融省、経済省、産業貿易省、連邦認定省、ロシア農業銀行のオフィスが入る IQ クォーターの建物だとしています。モスクワ市長のセルゲイ・ソビャーニンの SNS 投稿によりますと、この攻撃により、この高層ビル21階でガラス壁面が損傷したといいます。150平方メートルのガラスが割れました。犠牲者の情報はありません。救急サービスが現場で働いています。とソビャーニン市長はロシアの SNS テレグラムで述べています。なお、こちらの映像も8月1日に SNS にアップされました。ステッカー販売活動の収益200万ドル以上をウクライナの戦争活動に寄付したというセントジャベリンがこの映像を転送投稿しました。ウクライナ軍がモスクワで再び攻撃したのは、ロシアのデジタル開発通信マスメディア省、いわゆるロシアのプロパガンダ省だとセントジャベリンは SNS で述べています。今日はここまでします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。